はい、じゃあ始まりました「ハイチのダラダラジオ」今回はね、あだ名禁止ってどうなのっていうテーマで喋っていこうと思います。皆さん、このニュース見ました？あだ名禁止のやつ、結構テレビとかヤフーニュースとかにもなってたのかな。なので見た方と、あと芸能人の方がね、何人かそれに対してこう考えを発信してる方もいたので、それで知ってるなんて方もいるかもしれないんですけど、今回はそれについて俺がね、思うことっていうのを、そのニュース見た時にさ、単純に思ったことを喋るだけなんだけど、そんな感じで、あとは業務連絡をちょいちょいする感じかなでいこうと思いますので、よろしくお願いいたします。で、ちょっとさ、本題に入る前にですね、私11月1日になりまして、日付変わりまして深夜1時に撮ってるんですけど、大体日付変わる前の10月31日の夜10時からですね、ある方とZoomでちょっと話をして、それを動画撮ったんですよ。で、俺のチャンネルでは向こうのチャンネルなんですけど、そうでコラボ動画撮ってて、で結構もうすげえ楽しくね、わーって喋らせてもらって、でその後に英会話レッスン、いつもの英会話30分レッスンしてきて、で今このラジオ撮ってるのね。ちょっとひとまずさ、ちょっといいですか、俺偉いなって思って俺頑張ったなっつって、結構咳収まってきたんですけど、ここに出ちゃったけどね、ずっと喋りっぱなしだったから、ちょっとまた咳出るかもしれない。あまりにもひどくてむせたら、またちょっと編集で音切ってるかもしれないんだけど、そんな感じで許して、はい、という感じでございます。そう、自分褒めるの大事だからね。俺よくやるけど、みんなもさ、多分特に受験生とかすんごいしんどい時期なんで、もう11月なんてそうやんなきゃいけないし、もう完全にやんなきゃいけないんだけど、うまく結果出なかったりするとしんどいんだけどさ、マジ褒めな。それはもう業務命令です、私からの。そう、ちゃんとその日頑張ったこと、どんなちっちゃなことでもいいから、まず褒めたれ。褒めがないと叱咤が伝わんないよ。叱咤激励の叱咤だけ、その叱る方だけじゃダメなんだって、自分に対して。そんな叱り散らしちゃダメだよ。あれもできてない、これもできてない、もうサボりすぎサボりすぎサボりすぎって自分責めちゃったら、結局へこんで終わっちゃうんだよ。反省じゃなくて次に生かせないから、一回ちゃんと自分のこと褒めてあげてね。うん。ごめん、話取れたわ。じゃあ本題いくね。ということで、あだ名禁止についてなんですが、一応ニュースのね、ざっくり言うと、そのあだ名禁止っていうのを発表されて、なんでかっていうと、そのいじめ防止っていう観点なわけよ。で、あだ名って聞いた時に、いろんなあだ名があるじゃん。例えば俺、小学校の時、白って呼ばれてたの。それは名前が例えば白崎とかじゃなくて、全然名前に入ってないんよ。でも白って呼ばれてたの。理由は伏せるわ。そう、ある理由があって白って呼ばれてて、でもそれ別に俺茶化されてるとかじゃなくて、普通に別に白ってあだ名好きだったし、だからそういうあだ名の話じゃないんだよね。何かっていうと、じゃあ例えばちょっと体がぽっちゃりしてる方に対して、じゃあプーさんに似てるとか、トトロに似てるみたいなので、そうトトロとかプーさんって呼ばれたりするのは、きっかけが、あ、私が体型太ってるからなんだみたいなのが分かるから、言われた人によるかもしれないけれど、不快じゃん、へこむじゃん、それは嫌な思いしてるじゃん、それはダメだよねって。で、そういったところからいじめに発展する可能性があるから、もうそもそもあだ名を禁止しようみたいな。これ今に始まったことじゃないよ。結構前からあったし、こういう流れは。でも学校によってはあるはず、探せばやってるところは、っていうことね。で、じゃあそれにどう思うかっていうと、ニュース見た時に、俺は思った、一言一つ思ったのは、意味ねえなって思ったの。今回に関しては俺の意見だし、なんだろう、ちょっと今トゲトゲしい表現をしたりするから、不快に思ったらごめんね。でもそれは俺の真実なの。俺動画で嘘をつきたくないから、そうだからそう思った。意味ないなって。で、なんで意味ないなって思ったかっていうと、例えばさ、そのあだ名を禁止するじゃん。でもそのあだ名、その人をさ、茶化したりとか悪口をあだ名を言う人って一部の人なわけよ。クラスに例えば35人いたら、いても3人ぐらいじゃない。そう、3で影響されてちょっと巻き込まれたのが何人かいるかもしれないけど、だいたいそのぐらいの比率なんよね。で、本当にね、嫌な言い方するけど、そういう人たちって別にそこで禁止しても裏で言うから。こんだけ SNS がみんな浸透、小学生でも使ってる時代よ。 SNS、 Twitter、Instagram、LINE とかもそうだよね。それここで言うでしょ。で、言われた人がさ、そのね、例えば LINE のグループか分かんないけど、そこで茶化されて悪口を言われてる人が、そのね、学校では言わないで言ってくれてるけど、先生 LINE でこういうこと言ってくるんですけどって言えるわけないじゃん、学校の先生に。そう、余計しんどいよね。どっちが分かんない。でも俺はしんどいと思う、裏で言われる方が。目の前で言われるのもしんどいけど、まあ、俺は言われてた人間だから目の前でね。俺の時は SNS なんてなかったからさ。そんなんさ助け舟出せるわけがない先生に。だから先生にと、だからそれがなんだろう、状況が起こってしまうと先生は学校では平和だって思うわけよ。でも裏はもう戦場よ、その子にとっては。っていうことが起きてしまう。しんどすぎる、そんな。そうだから意味ないなって思ってんの。うん、その禁止されたから、そっかいけないことなんだ、やめなきゃ言っちゃダメだよな、なんてふうに心が入れ替わるというか改心する人だったらもともと言わないよ。普通の学校の先生が授業するだけでなんとか収まるわ、そんな子。はい、って思ったニュース見た時にね。うん、もちろん抑制力にはなると思うよ、ある種のね。そうだってさ、俺も中学の時に、俺中学の時すごい太っててぽっちゃりしてて、今もぽっちゃりしてるけど、そう太ってたから、その体型をいじられることは普通にあったし、あとまあ学校、俺学校の先生にも体型いじられて笑い取られてたからね。そう一部の先生、一部とか一人なんだけど、そうあったから、まあ俺その先生今まで許してないもん許してないって言うけどもちょっとあれかもしんないけど、うん、まあ別に恨んでるとかはないけどね、うん、でも許してない、許してないっていうか、あんな教師なら絶対なんねえと思ってたから。うん、だからさ、その言われて不快になる思いっていうのは自分もしてきたから、うん、分かるけれども、うん、そこを禁止することでどうのこうのっていうことじゃないよねって。だからそこのさ、その悪口っていうか、それあだ名をそういうやつを言うやつっていうのは、正直そいつらの改心させる、心を入れ替えるのってめちゃくちゃ大変だと思うんだよね。本当は教えるべきことってさ、あだ名を禁止することではなくって、それを言ったら、そういうことを相手に言ったらどう思うんだろうっていうのをやっぱ教えることだと思っているのでしょ。だって相手の気持ちを想像できるのってめちゃくちゃ大事なとこだから、それは欠如してんだよね、その人たちっていうの。それを言われたらどう思うかって、うん、その人たちをさ気づかせるって難しくない？めちゃくちゃ荒治療するんだったら、もうそいつらが当事者になるしかないよね。逆に言われる立場、今度ガチガチにね、うん、それ言われたら、自分がさ痛い目見たらさ、目には目をじゃないけど痛い目見たら、あ、こういうことだったんだって分かると思う、きっと。うん、だから俺別にさ、いじめ受けてたこと良かったとはみじんも思わないよ。いじめがいいとはみじんも思わない、いじめがいいとはみじんも思わないけど、でも俺過去変わんないじゃん。そう過去は変えらんないから、だからさ、いじめを受けてた期間に関してもできるだけポジティブに思ってたいの。そうだって嫌だもん、なんかさ、もう中学の時いじめ受けてたけど、あれをすごいなんか暗い過去にしちゃったらさ、もったいないと思って、俺その期間が。だからそれを、その時はすごい辛かったけど、その期間、過去のことに光を当てるのは今の俺ができることじゃん。そう未来の自分ができることであるから、じゃあそれをいじめ、まあ、受けててよかったって、あの時間があってよかったって思うの俺大事だと思ってて、そうだからそういった意味ではさ、人の気持ちはやっぱり分かるようになったし、うん、こういうふうに言われたらこう思うんだって身をもって先に経験してたから、うん、それはよかったなと思う。だから俺よく言うんだけど、そう今いじめ苦しんでる子とかいると思うんよね。俺の動画ってよくに聞いてくれても、ダラダラジオとかもそうだと思うんだけど、でまあちょっとしんどいよ、しんどい。だから何度も言うけど、いじめがいいとはみじんも思ってないよ。もうほんとクソくらいって思ってるけど、でもいじめに苦しんでて今それを耐えてるみんなで、いつかは終わるから、それに関しては終わるんだけれども、環境とか変わっていくからね、絶対その受けた経験を持って、ちゃんとそれをなんだろう、自分の、まあ、生かすって、まあ、難しいけれども受け止めてやっていったら、もう痛みが分かる、優しいというか、ほんと痛みが分かる人になるから、みんなは。俺それって人間力としてめちゃくちゃ素晴らしい。大好きだよ俺そういう人が。そう一緒に働きたいもん。一緒に働くならそういう人、人の痛みが分かる人絶対にって思ってるから。そうごめんちょっとなんか話がそれちゃったけど、まあ、今回のそのあだ名禁止に関して言うんだったら意味ねえなって思ったっていう話。うん、あもしね、みんなもね、なんか意見があったら書いてください。ハイジふざけんなってあったら、それもう甘んじて受けるからごめんなって思うからさ、それは一意見だと思うし、うんかなっていう感じです。はい。でですね、ちょっとこれ業務連絡なんですけど、今日から11月です、皆さん。知ってます ?11 月なんですよ。びっくりですね、本当に。まあ、あと2ヶ月で今年終わるって何事？そう。で、はい。10月にちょっと体調崩しちゃったんで、遅れちゃったんですけど、本当は10月で数産終わらせはずだったんですよ。で、11月から、受験対策動画にこう力入れていこうって思ったんで、ちょっと後ろ倒しになっちゃって少し遅れるんですが、まあ、受験対策動画またね、最近撮ってないんですけど、再開というか本格的に今シーズン始めていきますので、またね受験生はぜひ使ってみてください。で11月は、今年で一番忙しくなります私、はい、もうスケジュールが結構埋まっていてなんかわちゃわちゃしてるんですけど、結構オンラインでなんか登壇させてもらったりとか、まあ、結構講演会も多くて今回イベントの、まあ、講演会はさ学校とかだといけない、その生徒しか入れないけど、なんか地域の講演会みたいなのも結構あるので、それはまあ一個一個さ、Twitter とかコミュニティでアナウンスするから、もしさ興味あるものがあったらぜひ気にしてください。はい、なかなかこう動画以外で喋ってる姿見ることないと思うので、うん、基本的にタダだからみんなそうタダで来れるものが多いから、ぜひぜひ興味あったら参加してみてください。あと、日付変わる前10月31日にあるコラボ動画撮ってきました。Zoom で対談っていうか話をさせてもらったんですけど、それは向こうのチャンネルで上がるんですが、すごくね自分が喋りたかった俺が素晴らしいと思ってる方とのコラボなので、またアナウンスします。であと11月中旬にこちらのチャンネル、うちのね、とある男が授業してみたら投稿するあるコラボが撮ります。初コラボです。初めてコラボする方で、おそらくほとんどの方が知ってると思う知ってると思います、はい、意外なところだと思うんですけど、めちゃくちゃ楽しみにしてる対談なので、ぜひそちら、まあ、投稿するのはね今月末とかになっちゃうと思うんですけど、楽しみにしててください。はい、という感じが、まあ、今月のスケジュールです。本当にね一回ちょっと体調崩しちゃった俺が言えることではないんだけれど、体調が一番です。受験生にしてもそうじゃなくてもね、体調崩しちゃったら元も子もないから、手洗いうがいしっかりして、あと今はねコロナのこともあるから、殺菌かな、うん、もうしっかりやって、体調一番にねやってもらえたらと思います。はい、という感じで以上となります。では今週もダラダラジオありがとうございました。じゃあまた来週ね何か喋っていきます。ああそうだ、なんかダラダラジオで喋ってほしいの結構メールで送ってくれたりするんだけど、結構ねダラダラジオのコメント欄はそんなに数が多くないんで、割と全部チェックしてるかな、割と見てるので、まあ、コメント欄とかでもいいです。こういうの喋ってほしいなってあったら、まあ、言いにくいことだったらメールでも構わないんですけど、 Twitter のリプとか DM ね、 DM ちょっと返信はしないけど見てはいるから大体、そうそう、なのでそんなんで送ってみてください。それまでもしよかったらね喋ると思うんで、よろしくお願いいたします。では11月も頑張っていきましょう。お互いにね頑張っていきましょう。それじゃ今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。